続いては準々決勝第2試合、選手の入場です。ワピガは東京エリア石上公園駅前センター代表キャベツ。東京エリア TRF 中野ブロードウェイ代表ネモ。すごい歓声上がってますけども、これよりこの2名に準決勝の切符をかけて戦ってもらいます。さあ、それではお話伺ってみましょう。この後の試合、自信はありますか？いやー、ないですけど、ちょこのフィリピンに負けたくないなってさあ、対戦相手そういうコメント出してますけども、まあ余裕でしょう。余裕でしょうと。さあ、ではお二人握手をお願いします。握手して、そして席へ。レディーファイト。さあ、ワンピー側にキャベツ、アルカディアライターですね。そして、こちらツーピー側ネモの方は、先ほどのご覧になった方もいらっしゃいますでしょう、ただいまギルティギアイクゼクスシャープリロードベスト4に残っている選手です。さあ、キャラクターの方はこちらは、キャベツの方が悩んでますね。最終テリーにアンディ、対するネモの方はキム、チョイ、最終。さあ、先方はさあ、チョイ対テリー、テリー対チョイですね。さあ、アッパーで落として、大キックのレイザーは繋がらない。さあ、ここは一気にまとわりついてダメージを奪っていきたいのはチョイの方。テリーの方は通常のでしっかりダメージを奪いたい。さあ、っとガードブレイクから入らない。さあ、お互いモードの方はガードブレイクですね。さあ、ジャストから足払い、ジャスト、ジャスト消却です。そこから投げが入ったのはキャベツのテリー。ガードブレイク1回、2回、3回、4回。さあ、ここで一気にダメージを稼いだ。しかし、ライジンタックル相打ちから追撃して、最後はパワーウェーブか。テリーがまずは取り抜き。さあ、ネモの方は中堅に最終をチョイス。さあ、このジャンプの低いところを軌道を利用して一気に攻め込みたい。アッパーからのさあ、ジャストから大パンを狙いに行く。さあ、ここは最終があっさりと言っていいのか、テリーを撃破。さあ、キャベツの方は中堅がアンディ。さあ、今大会アンディはなかなかの活躍を見せている。さあ、強パンから相手の裏に強パンで当たる。さあ、今度は最初がまとわりつくワン、めくりからめきめき入って、超連覇だ、死んではいない。ガードレイクからおろし投げ、最後はノーところにショーキック。先に大将を引っ張り出したのはキャベツの方。大将へネモはキムカファン。さあ、ゲージ状況はお互いほぼ空といった状況。ここでゲッゲッゲ入ってヒートでつなぎ、さあ一気にこれでキャベツが体力をリードしているのか。さあ、投げはしっかり抜けている。さあ、ダッシュから大パンチ、おもむろ、そしてもう一度飛び込みから激撃で